ある聖者が言いました。神のもとに皆平等です。ある聖者が言いました。法のもとに皆平等です。ある凡夫が言いました。けれどもあなた方は今日も肉を食い馬に乗ってきたではありませんか。どうしてこんなことになったんだろう。どうしてこんな悲劇が起こってしまったのだろう。あいつが近づいてくる。体が動かない。こんなところで殺されるのかよ。何なんだよこの結末は。死にたくないけど今度はどうやら無理みたい。ごめん。ドラマ CD「日暮の泣く頃に」語り話編3リミット。午前の授業終わり。よく勉強した。さてご飯。お姉は授業中ずっとカードゲームの説明書読んでただけじゃないですか。千恵先生が睨んでましたよ。リカ、もうお腹ペコペコでございますわ。お腹と背中がくっつくのですよ。みーむむ。あれ、どうしたのかな圭一くん。難しい顔して。お弁当食べないの？いや食べるけどさ、しょうがない。開けるか。なんですのこれは。お弁当なのですか？卵焼きはぐちゃぐちゃ、ご飯はベトベト。お魚さんが真っ黒焦げでかわいそうかわいそうなのです。けいちゃん一体どうしたんですか？昨日までは普通のお弁当だったのに。俺が作ったからな。え、どうして？いや実は昨日からうちの親が2人とも東京に出張しててさ、飯作ろうとしたら皿は割るわ、フライパンは炎上するわ、味噌汁は散乱するわでひどいことになってよ。それでお弁当こんなことになっちゃったんだ。情けないですね。まったくですわ。料理の一つもできないなんて。確かに。けど昨日の惨状を考えると俺はこの先絶対に自炊できるようにはならないと確信したぜ。いやそんなことを自信満々に言われてもね。これから俺は親が帰ってくるまで豚骨生姜味ラーメンしか食わないことにする。ダメだよ。いくら好きでもカップラーメンだけで暮らすなんて。でも毎日外食したり沖宮の店に行って弁当買ったりする金もないしな。ああみー、どうすればいいんでしょう。どうしようもないですわね。それだったらご両親が帰ってくるまでうちに来たら？は？そしたらご飯とかも用意してあげられるし。あ、いやでもな、女の子の家に世話になるっていうのは。そうですね。それにケイちゃんにとっても危険ですし、猫に鰹節の番をさせているようなものですからね。どういう意味ですの？大好物ってことかな。この守らなくてはいけないものの一番近くにそれを狙っている人がいる、そういうことです。なるほど。やっとシオンさんの言いたいことが分かりましたわ。さとこも分かったのですね。えらいえらいなのです。頭をなでなでしないでくださいまし。何を。どうしてみんな私を見てるの？まさか。ちょっと誰が過ちを犯すかって、そもそも過ちって何よ。何のことなのかな。レナにはわからないよ。ニャーニャーは守るべき鰹節をペロリと食べちゃうのですよ。ニパーン。ちょっとあんたたち、何勘違いしてるのか知らないけど、ケイちゃんを止めるのはただの利害の一致だからね。利害の一致？そうよ。部屋の模様替えとか庭の掃除で男手が必要だから。へえ。取ってつけたような説明ですね。ほんとだって。まったくもう。で、ケイちゃんはどうするの？しょうがない。よろしく頼むわ。シオンもそれでいいでしょ？まあ仕方ないか。今何か言ったか？いえいえ、何も言ってませんよ。ん？そっか。ケイちゃん、ご飯のおかわりは？いやー、いいよ。もう腹いっぱいだぜ。まだちょっとしか食べてないじゃん。せっかく作ったのに。遠慮しなくてもいいんですよ。いや、そういうわけじゃ。っていうか、シオン、どうしてあんたまでここにいるのよ。どうしてって、今本家にはお姉しかいないんでしょ？そうなのか？そうだけど、他の家族はみんなで旅行に出てて。ケイちゃんをお姉と2人だけで暮らさせるなんて、そんな危険なことできませんよ。ケイちゃんの低層の危機です。何言ってんの！怪しいですね。ケイちゃん、気をつけてください。猫とカツオ節の話を忘れずにね。シオン怖い怖い。この場は逃げますか。ちょっと他に用事もありますし。まったく、シオンはなんだかお前らを見てたら緊張してたのがバカらしくなってきたよ。え？今まで緊張してたの？当たり前だろ。他人の家に住むんだし、しかも一応女の子の家だしな。私とケイちゃんの仲でしょ。そんな必要ないのに。そうだな。ミオ、やっぱりもう一杯おかわりもらうよ。うん、どんどん食べてよ。やっぱり最低限の料理くらいは作れないとダメだね。いつか一人暮らしを始めたらケイちゃん本当にのたれじんのよ。料理ね。そうだから練習練習。さあ、ケイちゃんも包丁持って。大根を剥くときは右手の親指を包丁の根元に当てて、左手の親指を大根に添える。で、大根を回していくと。そうやって剥いていけばいいんだな。よし、俺も。どうしたの？いってて、指切っちまった。うわ、血出てるじゃん。ちょっと待ってて。はいよ、絆創膏。指出して、貼ってあげるから。はい、これでオッケー。ありがとな。まったく、本当に不器用だね、ケイちゃんは。自分でも分かってるけどさ。でもミオはすげえよ。家事全般ができるっていうのは嘘じゃなかったんだな。ケイちゃんは一体私をどんな目で見てたんだか。さっさと料理作るよ。大根を剥いて、次はお湯を沸かしつつ人参。お前もレナに負けないくらいいいお嫁さんになれそうだな。危ねえな。包丁落とすなよ。ごめん。けどケイちゃんが急に変なこと言うから。おねえ、ケイちゃん。シオン、帰ってたの？帰ってましたよ。あれ？二人の楽しい時間を邪魔しちゃいましたか？シオン、何言って。そんなんじゃ。でもね、おねえ、大切な人とずっと一緒にいられるとは限らないんですよ。シオン、なんかおかしくないか？でも一緒にいられるとは限らないか。確かにそうかもしれないね。ミオン？なんでもないよ。シオンの様子が少しおかしかったのは気になったが、ミオンの家での暮らしは楽しかった。いつものメンバーで遊んだり、ミオンから料理を習ったり。けれど俺が見ていたものは所詮物事の上っ面に過ぎなかったんだ。ケイちゃん、どうしたんだ？シオンがどこにもいないの。それに部屋の中がぐちゃぐちゃに荒らされてて。何があったんだ？わからない。もしかしたら誘拐されたのかも。誘拐？何か心当たりでもあるのか？ないわけじゃないよ。え？シオンはバッチャが旅行に出かけてからずっとこの屋敷に寝泊まりしてた。あの子は本家を追放された身だから、本来そんなことは許されないのに。だからそれを知ったバッチャたちが怒ってシオンを誘拐したってのか？おいおい、本気かよ、そのくらいのことで。ケイちゃんには信じられないかもしれないけど、そういうところなんだよ、ひなみ沢。いや、その崎ってところは。誘拐された先とか、誘拐したやつに心当たりはあるか？バッチャの手下たちは心当たりがありすぎて確定できないよ。けど連れ去られた場所はほぼ断言できる。そうなのか？多分この屋敷。ここにか？うん、この屋敷には地下細具殿ってところがある。あの場所ならたとえ人を殺してもおそらく誰にも見つかることはない。誘拐した人間を監禁するには絶好の場所だよ。そんな場所があるのかよ。くそ、とにかくその地下細具殿とやらに行ってみるか。うん。今日は何をして遊びましょうかしら。ミーのうちは大きいのでいろんなことができるのです。缶蹴りもしたし、鬼ごっこも。危ない！あら、あの車は入江？よかった、3人は無事だったんですね。何かあったんですの？あ、いや、前原さんは？圭一は今その崎の屋敷にいるのです。なんですって？本当なんですね。ミオンさんが前原さんと一緒にいる。はい。そんな。それでは一番危険な人が守らなくてはいけない人のそばにいることになります。監督？いいですか。皆さんはすぐに家に帰ってください。待ってください。私も一緒に行きます。そういうわけにはいきません。こっちだってそういうわけにはいかないです。みーちゃんや圭一くんが危ないって言われて黙って家に帰るなんてできないですよ。レナの言う通りなのです。僕も同じなのです。ですが入江、連れて行ってくださいなのです。断っても無駄ですから。置いていくっていうのなら私たちだけでみーちゃん家に行きます。仕方ありませんね。でしたら早く乗ってください。ことは1分1秒争います。はい。それで監督、圭一君とみーちゃんに一体何の危険が？違うんです、玲奈さん。で匂い、なんだよここは。床一面タイル張りだし、なんだこの十字架みたいなの。それは人を貼り付けにして晒す拷問台だよ。地下細具殿は拷問部屋だから。拷問部屋？どういうことだ？拷問って。ミヨン、どうかしたのか？ケイちゃん、一つ質問していい？ああ、なんだよ唐突に。別にいいけど。ケイちゃんはさ、私のことをどう思ってる？は？答えてくれるよね。質問してもいいって言ってくれたのケイちゃんだよ。そうだけどねえケイちゃん。ミオン、どうしたんだよ急に。どうしたって私はケイちゃんに質問してるだけだよ。ねえ私のことどう思ってるの？ねえねえおいケイちゃん、ミオン答えてよ。落ち着けよ。悪いミオン、けどどうしたんだよ。今そんなこと言ってる場合じゃないだろ。仲間が、お前の妹がピンチなんだぞ。仲間？そうだ、ここへ来たのは大事な大事な仲間を見つけるためだろう。シオンは俺にとって大切な仲間だ。お前だって大切な仲間だ。大切な仲間？そうだよ、二人ともかけがえのない仲間なんだよ。そうだよね、仲間なんだよね。仲間だよね。お前の質問に答えたことになるよな。うん。じゃあさ、レナはどう？ケイちゃんはレナのことどう思ってるのさ。はあ？なあミオ、お前どうしちまったんだよ。どうって、私は何も変わってなんていない。ただ気づいただけ。気づいた？私たちには時間がないんだ。ケイちゃんとレナみたいにずっと一緒にいられるわけじゃない。ミオン？何を言ってるんだ。レナはいいよね。望みさえすればずっとケイちゃんと一緒にいられるんだ。本当に本当に殺したくなるくらい幸せだよ。私はもうすぐ一人になるのに。待てよミオン、俺たちはいつだってみんなで協力し合って助け合って楽しくやってきたじゃないか。それを忘れたのかよ。それはこれからだって変わらない。お前が何を不安に思ってるのかわからないけど、そんな不安は妄想なんだ。妄想？変わらない？そうだ、みんな同じなんだ。誰かが特別なんてない。誰かが一人になるなんてない。みんなずっと仲間で親友だろう。どうしちまったんだよミオ、しっかりしてくれよ。やっぱりね。何がおかしいんだよ。まあ今までのツケが回ってきてるんだよね。いくらでもチャンスはあった。なのに何もできなかった。うん、何もしなかったんだから仕方ないよ。だから何言ってるんだよお前は。でもケイちゃんは今私と一緒にいてくれてる。今この瞬間を永遠にできたならケイちゃんは私のものでいてくれる。そうだよね。違うとはどういうことなのです入江。これからお話しすることはにわかには信じられないと思います。ですが本当のことなんです。もったいぶらずに早く教えませんこと。彼女は今激しい脅迫観念と被害妄想にとらわれているはずです。全てが自分に対して負の影響を与えていると。それどういうことなんですか。被害妄想って。ミオンがどういうこと？100年のループの中でそんなパターンは初めて。そして自分に害を与えようとするものを傷つけてしまう。今狙われているのは前原さんです。ミオンさんがケイイチを？ミーちゃんに一体何があったんですか？何もありません。そんな何の事情もなしにミーちゃんがそんなことするはずない。違うんですよレナさん。ミオンさんには何の事情もありませんでした。彼女は何も知らず全く無関係だったんです。それはどういう。ミオンさんじゃないんです。ミオンさんじゃない。つい先日のことです。シオンさんが知ってしまったんです。シーちゃんが？一体何を。サトシ君が生きていること、そして彼を長い眠りから目覚めさせる方法を彼女に聞かれてしまったんです。え、サトシ君が？ニーニーが生きている？彼は今も診療所の地下で眠り続けています。そんなひどいですわ。今まで黙っていたなんて。私はニーニーの帰りをずっと待っていたんですのよ。私だってサトシ君を救ってあげたい。ですがそのためには彼と同年代の被験体があと1体どうしても必要なんです。被験体？患者ではないのですか？治療を施すわけではありませんから、ある臓器を提供していただくだけですので。ある臓器？脳髄、いわゆる脳みそのことです。でもそんなものを提供するって。そうです。そしてシオンさんは確かに持ってきたんです。ミオンさんを持ってきたんです。持ってきた？そうです。しかしそれでは不完全だとシオンさんは知ったんです。そう、ダメだったんだよ。生きたままの男の子じゃないとダメだったんだよね。しまった、拷問台がこれ以上下がれない。ケイちゃん、なんで逃げるの？ミオン、頼む、正気に戻ってくれ。今はシオンを探して助け出さなくちゃいけない。それが終わったら気の済むまで付き合ってやる。だから今はシオンを助け出そう。お願いだからミオン。何がおかしいんだよ。なんで笑ってるんだよお前は。笑いますよ、笑うに決まってますよ。おかしい。だってケイちゃん、シオンはここにいるじゃないですか。どこにいるんだよ。もう本当にどうしようもなく鈍いですね。だからしーちゃんはここにいるんですよ。ここってまさか。こんにちはケイちゃん、一生懸命探してもらったシオンです。シオン。はい、シーネコさんです。猫さんはね、ペロリと食べちゃうんですよ、かつお節をね。食べる？あ、大丈夫ですよ。今度は殺したりしないから。ただその脳みそを開けさせてもらうだけですよ。たったそれだけです。スタンガン。怖がることはないですよ。きっと痛みは一瞬ですから。自分で確かめたことはないですけどね。やめ。これで動けませんね。なんで？サトシ君のためです。サトシ君を目覚めさせるためには被験体が必要。そしてミオンはサトシ君のために被験体となってもらいました。サトシが被験体が必要。シオン、お前ミオンに何をした？ケイちゃんにはちょっとがっかりです。私の話ちゃんと聞いてました？被験体なんですから、診療所に持って行ったに決まってるじゃないですか。持って行った？頭だけでいいと思ったから、文字通りお姉の首を切り落として持って行ったんですよ。完璧でした。完璧だったはずなのに。ひどいですよね。死んでしまった人の脳じゃダメだなんて監督言ってなかった。しかも男じゃなきゃダメなんて。おかげで私は無駄骨、お姉は無駄死にですよ。本当にひどすぎる。シオン、お前なんでだよ。なんでそんなことを。お前はミオンとあんなに仲が良かったのに。うるさいですね。そんなこと忘れました。こんなこと俺は認めない。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。お前が認めようと認めまいと関係ないの。あんたに何がわかるっていうの。私はただサトシ君に頭を撫でて欲しかっただけ。特別なことなんて何もなくていい。ただサトシ君と一緒に笑って泣いて寄り添って生きていきたかっただけなのに。シオン、ケイちゃんは誰が特別なんてないって言ったけど、私は違う。私は違うの。私にはサトシ君だけが特別だった。なんてことない毎日をサトシ君と過ごしたかったけど、それすら叶わなくなるんです。永遠にサトシ君の命を。そんな時にお姉なんて言ったと思います。いつかサトシが戻ったら4人で一緒に暮らそうねなんて言いやがったんですよ。何も知らないくせに口先ばっかりいいこと言いやがって。そうです。それで決めたんです。それじゃあお姉にサトシ君が元気になれるお手伝いをしてもらおうってね。もう分かったから。分かってない、分かってない、分かってない。どうしてねえ、どうしてですか。なんでいつも私ばかりこんな目に遭うんですか。私がシオンを選んだから、私がサトシ君を選んだから。ねえ、そうなんですか。そうなの。そうなのかって聞いてるんでしょ。答えろよ。もうダメだ。俺もこのまま死んでしまうのか。でもそうなったらミオンに会える。やめなよシオン。ミオン、どこ？私の頭。よく見えないんだよシオン。頭がないからさ。あ、でもわかるよ。あんたのいるところ双子だからね。わかるんだ。何を、何なのよ。ケイちゃんもいるんでしょ。ああ、いるぜ。なんだ、思ったよりも元気そうじゃない。痛くねえとこはないってくらい満身創痍だよ。 笑うところじゃねえ。笑うところだよ。どんな状況でも笑い飛ばしてやればいいんだ。そしたらどこかに道が開けるかもしれない。快速第2条、私たち部活メンバーは勝つためにあらゆる努力をする義務がある。だから負けるなケイちゃん。当たり前だ。どこに隠れてるのよミオ。体はなんとか張って進むことはできそうだな。今シオンはミオンの声に気を取られている。その隙に動けば。姿を見見せろミオン。ダメだ、やっぱり体が動かない。けど負けるなってミオンに言われちまったからな。何やってるんですかケイちゃん、まさか逃げようとしてたんですか。無駄ですよ、このスタンガンの高圧電流を食らってそうやすやすと動けるはずがありません。それにここから地上までどれだけの距離があると思います。逃げられません、逃げられませんよ地上まで逃げようなんて思ってねえよ。は？何？地上まで行かなくてもこいつに足が届けば。え？貼り付けだよ。どうするんだ。足が痛い。ケイちゃんをいじめた罰だよ。ちくしょう、これじゃ動けないじゃないですか。サトシ君を助けてあげられないじゃないですか。こんな足を潰されたぐらいで。私がサトシ君を救うんだ。サトシ君を救ってあげないといけないのに。ケイちゃん、ケイちゃん。ミオンなのか。当たり前じゃん、何言ってんだか。ケイちゃんこそこんなところで。あなんだよミオン、お前無事だったんじゃねえか驚かせやがって。ケイちゃん、よかった、本当によかった。ケイちゃん、俺はてっきりお前がシオンに殺されちまったかとバカなこと言わないでよ。どうしてシオンが私を殺さないといけないの。それはいや、いいんだ、もうそんなことは。お前が無事だったならそれでいい。さあ、いつまでもこんな辛気臭いとこにいないで早く外に出ようぜどうしたんだ、突っ立ったままで。ごめん、私はいけない。どうしてだよ。うん、今だったら私シオンの気持ちわかるよ。大切な人とずっと一緒にいられるとは限らない。シオンはそう言ってたっけ。何言ってるんだ。私はここまで、タイムオーバー、ここでお別れだよ。なんでだよ、いきなりすぎるだろう。そうだ、俺まだお前に少ししか料理教わってないぞ。炊事くらいできるようにならないといけないんだろう。ごめん、おじさんも本当はさ、ケイちゃんにもっといろんな料理を教えてあげたかったよ。みんなともっといろんな遊びをしたかった。ずっと一緒にいたかった。でももう無理なんだよ。そんな。じゃあね。あのさ、ケイちゃん、こんな時に言うのもなんだけどさ、私ケイちゃんのことレナか。シオンとミオンは無理をしてはダメなのです、ケイチ。そうだよ、こんな傷だらけで。俺のことよりシオンはミオンは。お前ら二人を見なかったか？見てないよ。見てないでしょ。私たちがここへ来た時、前原さんしかいませんでした。そんな、さっきまで確かにここに。落ち着いてください。まずは君の手当てをしなければ。そんなのは後でいい。どこだよ、どこ行ったんだよ。シオン、ケイチ君、ミオン、ミオン。ケイチ君、事件後、警察の調べで園崎家の地下採具殿の中にある隠し井戸から首のないミオンとシオンの遺体が発見された。ケイチさん。なあ、さとこ、どうしたんだ？こんなところに呼び出したりして。このダム現場でしたら余計な人は来ませんから、少しお話ししたいことがありまして。サトシのことか？ええ、ニーニーには会わせてもらいましたわ。こんなに近くにいたなんて思いもしませんでした。本当に監督も人が悪いですわね。そうだな。私、シオンさんの日記を読みましたの。シオンの？ニーニーのことを黙っていたシオンさんをちょっぴり恨みましたわ。でもね、シオンさんの日記を読んでその真剣さが伝わってきましたの。シオンさんのニーニーへの思いや悲しみ、辛さ、それに私への愛情も。さとこ、あの方は頑張りました。でもどこかで道を間違えてしまったのですわね。ああ、そうだな。一方通行の道に迷い込んで戻れなくなっちまったんだ。圭一さん、私はね、シオンさんの意志を継ぐことに決めましたの。シオンの意志？どういうことだ？私はこれからニーニーが早く回復するよう全力を尽くすことにしますの。毎日ニーニーのお見舞いに行きますわ。それにいつニーニーが帰ってきてもいいようお家をきれいに掃除しておきますの。ああ、そういうことか。うん、それはいいことだな。いつサトシが俺たちのところに戻ってきてもいいように。サトシは絶対に元気になるさ。もちろんですわ。ニーニーは戻ってきます。いいえ、私が戻ってこさせますわ。そのために圭一さんも協力してくださいますか？そんなの当然だろう。それがミオンたちへの供養になるかもしれないからな。ありがとうございます。では早速圭一さんにお願いがありますの。ああ、なんだ、一緒にお見舞いに行こうって誘いか？それともあのおじさんの家を掃除？いいえ、違いますわ。じゃあなんだ？圭一さんのノーズイをいただけますか？さとこ、何を、なんで？言いましたでしょう、圭一さん。私はニーニーを回復させるために全力を尽くすと。そして圭一さんもそれに協力するとおっしゃいましたわ。そしてこのスタンガンはシオンさんの意志を受け継いだ証。そんな。ん？まだ動けますね。少々電圧が低かったのですわね。さあ捕まえましたわ。ミオン、今度はどうやら全力を尽くしてもダメみたいだ。ごめん。